とえひとたび敗れるとも命を落とし主を必ず取り戻す。それが我が忍びなれば。私はかつて修羅を見ました。不思議り、確かにもらい受けた。久しいな、フクロウのせがれよ。邪魔だてするか、巫女の忍びを。狼よ、我が血と共に生きてくれ。セキロ・シャドウズ・ダイ・トワイスは戦国時代末期の日本を舞台にしたシングルプレイのアクションアドベンチャーゲームです。今まさに一つの時代が終焉を迎えようとしているこの地で、忍びの掟を守るため闇に潜み壮絶な戦いを繰り広げていきます。セキロ・シャドウズ・ダイ・トゥワイスの主人公は狼とも呼ばれる孤独な忍びです。野良犬が心すらなくしたか。狼は戦場で拾われ、凄腕の忍びに育て上げられます。もう一人の主人公は狼の主である巫女と呼ばれる少年です。命を落とし我に仕えよ。巫女はある特別な血筋の末裔ゆえに未だ危険にさらされています。お任せを。邪魔だてするか、巫女の忍びを。狼よ、忍びの掟は忘れまいな。命を賭して守り、たとえ奪われるとも必ず取り戻すのだ。これは狼の左腕につけられた忍び義手は戦いに多様性をもたらします。この特別な義手から飛び出す鍵縄は立体的でダイナミックな移動探索を可能にします。敵の思いもよらぬ場所から奇襲を仕掛けましょう。盾を破壊する斧や敵を引き寄せる仕込み槍、敵を炎上させる皮膚傷に手裏剣や爆竹、扇のように展開して重い一撃を防ぐ鉄の傘など、個性豊かな義手人具を使いこなし、刀と組み合わせて賢く敵を殺していきましょう。セキロ・シャドウズ・ダイ・トゥワイスでは戦略的に立ち回る必要があります。敵は手強く、
一辺倒な戦い方では打ち勝つことができません。凄腕の忍びにふさわしい柔軟でアグレッシブな戦い方が求められます。刀がぶつかり合うギリギリの駆け引きの末、相手が体勢を崩した一瞬の隙に命を刈り取る容赦ない一撃、忍殺を決めましょう。時に敵は防御することができない危険な攻撃を仕掛けてきます。あなたは瞬時に、そして冷静に対処する必要があります。リスクを冒し反撃に出るか、素早くかわして次の攻撃に備えるか、標的を倒すためには敵の特徴や状況に合わせ技術と体術を駆使して立ち回りましょう。もちろん隠密行動が有効なシチュエーションもあります。静かに敵を暗殺したり、敵の会話を盗み聞き、その情報を攻略のヒントに使うのもいいでしょう。ひとたび敵に敗れてもあなたの戦いは終わりません。狼は改姓という超常の力を持っており、死んでしまってもその場で復活することができます。自らの死すらも利用して敵を欺き、困難を乗り越えていきましょう。数々の死闘を乗り越えて新しいスキルを手に入れましょう。新たな攻撃も防御もあなたの助けになるはずです。義手人具を強化することもできます。素材を見つけ攻略の可能性を広げていきましょう。この戦いには幾多の困難と謎、そして死が待ち受けています。しかし忍びの持てる全てを駆使して挑めば、あなたにもきっと乗り越えることができるでしょう。